作編曲家の福田祐介と申します。今回、神戸女学院大学音楽学部インドオーケストラから、作品のご依頼をいただきまして、とても光栄に思っております。タイトルもすでに決まっておりまして、グロディアという作品を、今回書かせていただきます。まあ、宗教感があるような感じのタイトルの響きはあるんですけども、すごくキラキラとしたなんか光のあるような曲を作ってみたいなと思います。そして、こちらの、ふたにてですね、12月の1日に、八木沢先生たちに、初演していただいて、そして、来年2024年の2月には自作自演という形で、私が実際に一緒に学生の皆さんと一緒に演奏する機会もいただきました。とても楽しみにしております。これから曲作ってまいりますけれども、いい曲になるように頑張っていきますので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。